こんにちは、荒木和洋です。私的鉄道雑談、今日はレールの話です。まあレールファンっていうぐらいですから、まあこのてっちゃんはですね、やっぱりレールって聞くとなんとなく反応してしまうことがまあ結構あります。結構ありますっていうか、いつでも大体そうですね。で、まあ下手するとカーテンレールってわけにいきませんけども、門のね、レールとか、もうそんなんでもなんかつい目が行ってしまうと、ほとんど病気みたいなもんです。でもまあみんな病気ですから、まあお互いにやってる人間は病気だと思ってないですね。これは私の、まあ本当小さなレイアウトで、実は今年の正月のおせちの箱を使って、作った、まあ本当30センチ四方ぐらいの、レイアウトで、まあただぐるぐる回ってるだけなんですけどね。まあそこのレールです。南部縦貫鉄道のレールバス。まあこれちゃんと走れます。この半径10センチもないぐらいですけどね。それでもちゃんと走れるんですが、まあこの小さいレールバスにすると、レールがですね、まあ、でかいですよね。これちょっとこれ以上小さくするとですね、なんか走るのに、ちょっと下にぶつかってしまったりとか、そういうことになるんで、どうしても模型のレールっていうのはこういう非常にもうやたらでかい、レールになりがちではあります。で、なおかつこれですね、まあ見ていただければわかりますが、ちょっと指輪もここら辺とね、カーブが、かなりいい加減です。正直言って小さいカーブのですね、こう作るってすごく難しいんですよね。というのはまあ上手い人はちゃんとやるんで、まあ私が下手なだけ不器用なだけなんですけどね。これも実はこれも他のところはまあまあそこそこなんですけど、この、接続の部分、それでこのところに電源のコードをハンダ付けしてありますんで、そのあたりのところがですね、まあうまくいかなくて、なってると。で、ちょっとだけ、こう、まっすぐでもないんですよね。見て、わかりますか。ここら辺ね、ちょっと比較的、まっすぐに近い、状態になっているというのは、まあ、で、なんか理屈つけなきゃいけないんで、このところに、こうやって、ベンチを置いて人が座っていると。この人たち、いつまで待ってても乗るわけでもないんですよ。どう、何するんでしょう。よくわかりませんけども、まあ、こういう人がいると。まあ、そんなことですね。真面目に考えたらば、模型作れませんから、まあ、なんとなく、イメージですと、いうふうにしてます。レールはですね、模型、まあ、同業者の方には言わずもがなですが、通常売ってるもので言うと、一番、線路の幅が狭いのは 6.5 ミリになります。で、その上がこの9ミリ。まあ、N ゲージとか9ミリゲージっていう大きさですね。で、その上が16番とか HO という 16.5 ミリの、その途中に、まだある13ミリとかですね、あるんですけど、まあ、主なもので言うとそんな感じかな。で、その次が32ミリとか45ミリとかですね、大きくなります。で、89ミリぐらいになると、まあ、人が乗れる。ような、まあ、ライブスチームっていう、実際にですね、蒸気で走る、SL、なんかも、こう、まあ、あったりします。まあ、これは9ミリゲージの場合はちょっととてもですね、これ150分の1でもう小さいですから、そんなことはできませんけども、まあ、ともかく、こういうレールを敷いてですね、走らしているというのは、自分としては非常に気が休まります。特に私は、この、レールをですね、敷いているときっていうのは一番なんかこう、気持ちが落ち着くというか、レールを打ち付けて、そして、まあ、そこに砂利を巻いてですね。で、それから色を塗ったりしていくというのが、まあ、自分にとっては一番こう、気楽な、時間です。で、まあ、次から次へといろんなものを作ったもんでですね、中途半端なものがたくさん、こう、残っちゃってるというようなことなんですね。まあ趣味ですからね。別に好きにやりゃいいんだろうと思います。
まあ、で、あと、この南部縦貫のレールバスも、レールバストミックスから、これとですね、昔の国鉄のキハ0203が、出ておりまして、一応みんな持ってるんですけども、実際に乗ったことがあるのは、この南部縦貫のレールバスだけですね。それ以外のレールバスはもう乗りに行く前になくなっちゃった。ということで、これ非常に貴重なものでした。ただし、まあ、ちょこっと、動画、なんかはですね、ビデオなんかは撮ってるんですけども、写真はあんまり撮ってないですね。行った時にちょうどですね、同業者の皆さんばっかり、乗っててですね、つい恥ずかしくなってカメラ出さないで、帰ってきてしまったという、なんか情けないことがありまして、写真はほとんどない。野辺地の駅で、こう、まあ、撮った動画だけ、まあそれでも結構貴重だと思うんですけど、まあ写真もその時はちょっと、ありますね。まあ、こういうディーゼルカーも、ね、ないんですけどね。まあ、こんなのが走ってたのはいい時代だな、というようなことを思います。それを思い出しながらまた、レールを敷いているということでございます。今日は、まあ、レールのお話でした。今日もありがとうございました。